クリスチャンとと、ボルフはオーストリア出身の元レーシングドライバー、実業家。青年期からレーザーの傍ら経営者としても活動。2009年より F1 回に携わり、ウィリアムズの役職を経て、2013年からメルセデス・ベンツグランプリのチーム代表を務めている。妻はレーシングドライバーだったスージー・ボルフ。 レーサーとしてのキャリアは1994年のフォーミュラフォードオーストリア選手権に始まる。その後、GT レースやラリーに転身し、1994年のニュルブルクリンク24時間レースでクラス優勝、2006年のドバイ24時間レースで優勝などの成績を残した。2004年には同じオーストリア出身のカール・ベンドリンガーと組んで FIAGT 選手権に参戦。 他に、ゲルハルトベルガーやアレクサンダー・ブルツとも親交がある。2009年には、ポルシェ 997GT3RSR を、買って、ニュルブルクリンク北コースで、ラップレコードを記録。直後に、時速 270km でクラッシュしたが無事に、生還した。ビジネスマンとしては1998年より、投資会社マーチ16を経営し、 モータースポーツ関連ビジネスにも進出。2006年には、ドイツツーリングカー選手権や F3 で、メルセデスのプログラムを運営するファの株式49%を取得し、共同オーナーに就任した。また、元 F1 王者ミカハッキネンのマネージャーだった、ディディエコトンと共に、若手ドライバーのマネージメントを担当する、エーセスマネージメントグループを経営する。2009年11月、 ウィリアムズ F1 チームの母体企業である、ウィリアムズグランプリホールディングス PLC の株式10%を取得して非常勤役員となった。2011年10月、DTM に参戦する女性ドライバー、スージー・ストタートと結婚。スージーは2012年より、ウィリアムズの開発ドライバーに就任した。2012年3月、チームオーナーのフランク・ウィリアムズの後継者と、 目されていたアダムパー会長が辞任。同年7月、ボルフが常務取締役に昇格し、フランクを補佐することが発表された。妻、スージーの他に、マネージメントを担当するバルテ・リボッタスが、リザーブドライバーとして金曜フリー走行に出走するなど、ボルフは新たな後継者候補に近づいていった。しかし、2013年1月に、 メルセデス・ベンツ・モータースポーツのマネージングディレクターに就任し、ノルベルト・ハウグの後任として、メルセデスのレース活動全般を担当することになった。ウォルフはファを通じてメルセデスと関係があったが、突然のオファーに驚き、ウィリアムズを離れることに悩んだと述べている。ディレクター就任に伴いメルセデス F1 チームの株式30%を取得し、同年4月には、 ニックフライに代わって最高経営責任者にも就任し、商業面の責任も負うことになった。その後、ウィリアムズグランプリホールディングの保有株を段階的にアメリカ人企業家ブラッドホリンガーへ売却し、2016年3月にはウィリアムズとの資本関係を終了した。なお、ボッタスのマネージメントは継続しており、2016年末に メルセデスに在籍していたニコ・ロズベルグがチャンピオン、獲得直後に電撃引退した際には、すでに2017年のウィリアムズと契約を結んでいた、ボッタスをメルセデスに引き抜く交渉を行った。2020年12月、メルセデスチームの株式の1、3をオダイムラーから購入した。ありがとうございます。